はい、皆さんこんにちは。山際です。今日もですね、小川正博さんに論文の紹介をしていただきたいと思っています。今日の論文はですね、問題ありの管理職、職場でいろいろ問題を抱えている管理職っていう人が多いんですけれども、欧米でもこのテーマはあるようです。この内容についてですね、リサーチしていただいた内容を解説していただきたいと思います。小川さん、今日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それでは早速スタートしてください。はい、じゃあ、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。問題ありの管理職をどうするということで、調べてみたんですけれども、次のスライドいきますが、問題を抱える管理職っていうのを調べていくと、どうやら大きく3種類の、まあ、管理職があるらしいということが分かりました。うん、で、ここに書いてある1、2、3という3種類なんですけれども、これを1回に紹介するととても大変になるので、それで山際さんと相談をして、3回のシリーズに分けて原因の解明と処方箋を考えるというシリーズを作ってみました。はい、で、今日はその中の1回目ということで、1番の自己認識ができていない管理職、まあ、自己評価、他者評価で極端に差があるのに本人はお気づきになっていらっしゃらないという、そういうタイプの管理職の話です、はい、で、次回はモチベーションに関して、3回目が不安を抱える管理職ということで、3回にわたってお話をしたいと思います。はい、よろしくお願いします、はい、では今日の最話題です。自己認識に問題ありの管理職ということで、原因解明と自己認識を高めるための処方箋ということで、文献を調べてみましたので、説明をしてみたいと思います。で、次ですが、今日の内容は一応このようになってまして、まず自己認識ができていない管理職っていうのは、なぜそれが問題になるのかという話、それから自己認識はどのようにして測るかということ、それから測ってはみても本当に測れているのか、それは自己認識を評価していることになるのかという問題があります。なるほど、それから自己評価と他者評価というのは改善ができるのかどうかということ、そして今度は自己認識を高めるためにどんな方法があるのか、で、それはリーダー研修とかに活かせる方法なのかということに関して、いくつか紹介をしたいと思います、はい、で、最後に個人組織でどういうことができるのかということを含めてまとめてみたいと思います。この自己認識ができてない課長が多くて困るんだけどっていうのは、よく経営者の人から相談を受けるんですよね。ああ、なるほど。とても多いんですよね、現場では。なので、ちょっと興味津々で聞いていきたいと思います。では、まず最初の自己認識ができていない管理職、はい、なぜ問題かということを話してみてみたいと思います。うん、では、次のスライドですが、まず最初に自己認識っていうのをちょっと確認をしておきます。自己認識っていうのは、論文で定義を見ると、自分自身の興味とか関心の対象になる能力って、要するに自分自身が興味関心の対象になるっていうことなんですけど、簡単に言うと自分自身を客観的に対象として眺める、あるいは評価する力という、これが自己認識力というふうになると。似た言葉でコンシャスネス、意識っていうのがあって、同じくそのセルフコンシャスネスとかっていうことがあるんですけど、はい、後でちょっと出てくるので違いを簡単に言うと、コンシャスネスっていう方は、まあ、意識って訳してますけど、自分の体とか自分の周りの環境そのものに関する認識のことを言っていて、アウェアネスっていうと、そのコンシャスネス、まあ、意識です、これを認識すること、だからまあちょっとメタレベルになる。ああ、なるほど。だから自分の存在だけではなくて、自分の存在に気づいていることを理解するという、だからただ単に自分を認知している自分のことを感知できているみたいな感じですね。だからまさにその自己評価とかで自分のことが分かってないっていうのは、はい、このセルフアウェアネスっていうことのことを言ってるというふうに私は理解をいたしました。この一番上に書いてある、自分自身が興味関心の対象になってるかっていうのは、これすごい面白い視点ですよね。ああ、でも定義としてはもうかなり古い昔からこういうふうに言われている。これ、だから自分に興味がないっていう人は自己認識が弱いっていうことにつながりかねないですね。はい。そこに意識がいかないっていうのは後でも出てきますけど、結構問題なんですよね。はい、問題になる管理職の中の例として出てくると。では次いきます。自己認識が低い管理職っちゃどんな行動するのかというのは例が出てまして、これは南アフリカで従業員が1000人以上の 大規模なまあ企業、ここで働いている取締役会レベルの管理職、上級管理職、これにインタビューをやっていて、過去に自分で自己認識が低いと思われるリーダー、どんな経験をしたかって
いうのを反構造化のインタビューで聞いてるんですね。で、そうすると全部でインタビューしていくと218個ほどこういう行動っていうのが出てくるんです。218。はい。で、それをとりあえず類型化してまとめてみると、ここに示したような行動になるという。例えばナルシシズムだったり、エゴ、不安、自己保存の傾向を示す。自己保存ね。それから不安定で感情が爆発しやすく一貫性のない行動を示す。不快感を引き起こす行動をする。フィードバックや批判は受け入れない。からマイクロマネジメント。要するに細かな指示を出したり管理をしたりして極度に干渉しすぎる。に対してですね。それから対立が起こった時に対処できない。から説明責任が欠如している。から否定的な職場環境と恐怖の文化を生み出すと書いてある。けど、いますね。こういうふうな、はい、管理行動を取るっていうのが、自己認識が低い管理職だっていうのを、まあ、インタビューから導き出した研究があります。なんかパワハラ上司になんか似たところがありますね。はい、もちろんだから、パワハラみたいなものも含まれるんだけれども、管理上のやっぱり、他の人を寄せ付けなくて、っていう感じ。もあるんかね、はい。なるほど。で、こういうふうにいろいろやっぱり、どこの国、南アフリカでもあるんですが、どこの国でもあるんだと思うんですけど。人間だからどこでも共通ってことですね、これね。はい、じゃあ次いきます。で、自己認識と、いわゆるよく使われている自己評価と社評価との関係について、ちょっとさらえておきますけど、まず、この、今日の説明でいう自己認識って何に関するものかというと、言いませんけれども、基本的に職務遂行能力だったり、リーダーシップの能力、これに関する、まあ、自己評価、他者評価、あるいは自己認識という、そういう話だというふうに思っていただきたいと思います。毎回それを述べるのは大変なので、はい、自己認識というとこのことだというふうに一応思ってください。それから自己認識の状況っていうのは、一般的には自己評価の方法で調べるというかチェックするっていうのが一般的です。ただその自己評価が客観的なものであるかどうかということに関しては問題があるので、よく使われるのはその他者評価、まあ部下評価というのも、同じセクションの部下または同僚による評価と結果を比較して、この人がどうなのかというふうに判断することが多い。ただしその一致しないことも多いので、他者評価と自己評価が一致すればいいのかという、そういう問題でもない。なかなか難しいところがあるようです。自己評価と部下評価、これがかけ離れているときには、その管理職は自己認識がうまくできていない可能性があると。で、これ自己認識がうまくできていないと、それはその人個人にとっても、また組織にとっても、非常にネガティブな影響を与える可能性があるということが言われています。次行って、じゃあそのネガティブな影響ってどんなものがあるかっていうと、二つあって、自己評価が非常に高い場合、部下評価よりも高い人の場合は、部下から否定的なフィードバックが上がってくるとこれを無視する。過去の行動が期待される水準を満たしていないという認識がない。それから自分自身を非現実的にポジティブに捉えている。理由も何もないんだけど、とにかくポジティブに捉えている。それからリーダーとしての行動を身につけられなくなる。それから高リスクだがやりがいのある仕事を引き受けるようになる。やりたがる。全部いますね、これ。そうですか。あ、これ引き受けるようになるんですか。そうです。ああ。やりたがるっていう。あ、やりたがり。で、やってみるとぐちゃぐちゃになる、するってパターン、はい。リスクが高いものをやりたがるっていう。立ち悪いです。だからこそその組織にとってそのマイナスの影響が出るっていうことだと思います。では次のスライドで逆に今度は自己評価が低い管理職の場合、これもやっぱりネガティブな影響があって、過去の行動が満足いくものでなかったと誤解し思い込む、思い悩む、それから困難な任務を避けるようになる、から潜在能力を最大限に発揮できなくなってしまう、から簡単でやりがいのない仕事ばかりを選ぶようになるという、これもだから能力を発揮できないという意味で組織にとっても負の影響がある、こういうことが論文の中に出てきていました。ということで次はじゃあ自己認識をどうやって測るかという話に行きたいと思います。基本的には自己評価と他者評価の話になります。簡単なこの図なんですけれども、自己評価と他者評価なんですけど、真ん中で円で囲ってあるところが、発言、行動、態度、意欲、能力、成果、こういうところに関して評価をされるわけで、右側の方は自分の外か、まあ、管理職の外ですから、外から見えるもので、上司であったり部下であったり同僚の目でこれを評価する、これが他者評価っていう部分になります。
で、自己評価の方は反対側の点線で囲ってある部分で、自分自身が自分の内部で考えてこれがどうなのかっていうのを評価する。これが自己評価です。ところが、この自己評価っていうやつは背景が結構複雑で、うん、そうですね、これ見ると。ここを見てもらうと、自分の意識がある部分でも、まあ、モチベーションだったり、自己効力感であったり、不安意識だったり、実行の意図があったりとか、こういうものが裏に、まあ、自覚的にあるんだけれども、この部分ではなくて、発言、行動、態度、意欲、能力、この成果とか、この部分だけしか、評価の対象にならない。確かに、そうです。外から見えないですもんね。見えないからね。うん、だから本人は何も言わなければ、ここの発言や行動が、その下のどういうモチベーションから来てるかとかいうことは、全然問題にされないわけですよ。この実行意図っていうのも多分ある、はい、あるでしょうね、これね。さらにその厄介なのは、その後ろにまだ無自覚の部分があって、はい、本人が気がつかない自分自身の価値観だったり、はい、まあ、性格特性ですよね、パーソナリティですよね、はい。こういうものも実はその発言、行動、態度、意欲とかに影響してるんだろうけれども、うん、その部分は外から見えない。で、さらにこれ全体を取り囲んでいるのが生育環境だったり、過去の経験だったり、ロールモデルだったり、こういうその外部の環境要因もここに影響しているので、したがって何が言えるかというと、自己評価っていう本人が書いている部分も、実は非常にその表面的な、外に出していい部分だけが書かれているっていう、評価されているという部分もあるということなんですね。で、それが外から見ている、その外部の人から見ると、その部分だけしか見えないので、これで評価をされてるということなので、だって自己評価と他者評価って本当の意味でその自己認識とどうつながるのかということは、ちょっと一回立ち止まって考えてみた方がいいかもしれないという、そういう問題意識がここであります。これ見るとでも一致する方が難しいですよ、ね、難しいですよね。たまたまかもしれないし。そうですよね。特に外から見えない自分の内部の部分では自分が気がつかない部分も多いよね。無自覚だったら分かんないですもんね。難しいですよね。あるいは自分の過去の経験だったり、ロールモデルのその上司がいたりとかっていう影響が出てきたりすることもあるし、なかなか難しいなと。確かに。ロールモデル誰を良しとしてるかっていうのは。そういうこともあるね。僕もワンオンワンのコーチングとかをやってて初めて分かるってありますね。なのでとりあえず結構複雑だよということだけここで見ておいていただければと思います。で、はい、次へ行きます。で、具体的にその評価をやる例がこれなんですけれども、これは、はい、リーダーシップの効果を自己評価と他者評価で調べるときに使われている一つの例なんですけれども、1番から20番まである項目について、本人は私は何々であるという形でこれに対して5段階で点数をつけていきます。なるほど。私はなんですね。はい、そうですね。で、それに対して、上司だったり、部下だったり、同僚だったりは、管理職の A さんなら A さんがという、A さんは、この1番から20番はどうですかという質問になって、それがペアになっているというふうに思っていただければというふうに思います。で、部下とか同僚とかの場合の点数っていうか、その得点は、人数が多くなるので、平均点を出して、本人の得点と比べるとかっていうふうにするのが、一般的だろうと思います、うん、項目を見ていただけるとリーダーシップに関連する部分がいろいろ出てまして、そこの、まあ、全部は読み上げませんけど、例えばビジネスチャンスを認識してそれを活用するために行動していますとか、あるいはチームのメンバーのリソースを効果的に計画して配置していますとか、うん、そういうふうなことだったり、あるいは必要に応じてチームメンバーをサポートしていますとか、こういうふうな項目が出てるので、うん、でそれについて本人と他者が評価したものを付き合わせるというのが自己評価他者評価というやり方の一般的なやり方、うん、で、次の図で仮の例なんですが、例えばナンバーワンからナンバーの10までの項目があったとして、例えばですけど、うん、5点評価をして自分の評価と部下の平均等を見ていくと、こんな感じで結果が出てくると思えばよくて、うん、で、例えばナンバーワンの質問に関してはどっちもだいたい3前後になるけど、ナンバーの3になると本人は5だと言ってんのに、部下の平均だと3にしかならないとか。ずれまくってますね。
それがナンバーの8で見ると、両方とまあ、ももう一一致し致てしてます高ね。いとかっていう、そういういろんなものがまあ読み解けるとは読み解けるということです。だからこれを一応指標にして、自己評価、他者評価を使って、本人のまあフィードバック用に使うというのが、まあ一般的にやられるということなんですが、その大体問題ある管理職の場合はフィードバック来ても多分無視するので、そうあまりで効果がないんだと思うんで、これに真摯に向き合う人は多分問題のない管理職だと思うんですが、そういう問題は別にあります。で、この自己評価と他者評価を組み合わせると、次のような形になります。で、そうすると、まあ、両方自己評価、他者評価が一致して、どっちもまあ、評価が高ければ、まあ、多分問題のない人で、これはいいでしょう。それから、過大評価、自己評価が妙に高い人っていうのは、まあ、なんか成功度が低くて脱落する可能性が高いとみなされる。から人間関係の問題、リーダーシップの問題、適用の失敗などと関連するとみなされる。で、この成功度の部分と人間関係の部分は実は過小評価でも同じで、過大評価も過小評価もこの二つは良くない上がっと。てくるみたいですね。で、過大評価の場合は欠勤が多くて離職率が高くて組織へのコミットメントが低いっていうのがあるんですが、この下が問題で、その部下の仕事満足度が低くて、部下の離職傾向が高くなるというこれありますこれよ。が、過め大ちゃ評く価ちゃありまのすよ、こ場れ。合に出てきてですね、過小評価の方はそれがないんですけれども、過大評価の時に出てくる。で、さらに、両方一致して悪い評価の場合っていうのがあって、これはもう管理職不適なので、配置転換とか転職の方にっていう、そういうふうに、書かれていました。自分の評価が低いっていうことをちゃんとさらけ出せる時点でまだ救いようはあるような気がしますけどね。過大評価者よりはね。そうですね。というのが一応組み合わせてよく使われるパターンということです。それで自己評価と他者評価っていうのは大体概略するとそういう感じなんですけど、それ以外にはこうないのかなと思ってちょっと調べていたら、自己客体視っていう考え方があるというのが出てきまして、これちょっとご紹介をしてみたいと思います。これはまあ、自己認識との関係なんですけど、人間っていうのは意識的にこう注意を向けるっていうのは2つの方向があるっていうんですね。一つは自分自身に対して注意を向ける。で、もう一つは外に対して注意を向けるっていうのが。で、まあ、自己に向けるっていうのが、まあ、ここでいう自己客対視なんですけど、これは、実はこの二つの自分の内と自分の外という二つの注意の向け方、焦点は、両方同時には向けられない。どっちかになる。いっぺんに一度しか、どっちかしかできないそうと。なんです。だから、外を見る場合には、自分が主体で見るものが外っていう形で固定されちゃうんです。視点が。で、そうすると、その自己認識っていうときは、自分の内部に対して目を向けなきゃいけないわけですから、何とかして自分の中の方に意識を持ってこなきゃいけないということになるわけですね。ところが、その焦点の方向性っていうのは、外界の刺激によって決定されるという 理論なんで、つまり何か刺激を与えてやらないと、自分の内側に目が向かないんだ。無意識には。で、対象としての自己を想起させると、その自己客体値につながるので、どうやったらいいかっていうと、論文の中に書かれているのがあって、それは鏡を見せる。それから自分が喋っている声を録音したやつを聞かせるとか、それから録画した自分の映像を見せる。あるいはカメラを据え付けるとか、あるいは他の人をそばにつけとくとか、すると意識が自分に向くんだそう。で、これで私はちょっとこの論文から離れて私が思ったのは、ということは自己評価をさせるときに目の前に鏡を置くとか、後ろからバックグラウンドの形で自分の声を聞かせるとか、あるいは自分が普通にその業務をしている時の映像を流して見せながら聞かせるとか。こうすると自分に意識が否応なく向けられるので、そうするとこの自己客対視っていうのは使えるのかもなと思って、で、また少しいろいろ論文を読んでみたんですが、ちょっと外国の場合は鏡が効くんですよ。鏡とか自分の声っていうの。でも日本でその追試をやってみると、日本人の場合は鏡が効かないんですって。そうなんですか。で、自分の声は聞くんです。へえ、声なんだ。ですから、録音した声、自分の声が、例えば自己評価をやってる時にもし使えば、自分の声が流れてくると、ぐっと自分で思って、意識が自分の方に向くらしいですね。
それはね、自分が、その何、さっきのあの、部下の意見とか周囲の人の意見と自分のその、いえ、そうではなくて。自分の仕事っぷりを評価するときに自分の声を聞かせるってこと？そうではなくて、これはあの、自己評価とは関係なく、実験的に。関係なく、ね。そうです。心理学的にやられた実験なんですね。なので、自分の声が聞こえる状態でテストをするとか、自分の鏡を見ながらテストをするとかいうふうにすると、その結果の方がより自分を客観的に見た結果が出ますよっていう、そういう論文なんですね。だから自分の声聞きながらテストするってことは。こういうことですね。で、そうすると、それを、だからもしその自己評価のところに応用するとすれば、日本人の場合だったら、録音をしてある自分の声が突然後ろで流れてくると、やおうなくその自分の意識が自分に向いてくる。だから何も、やらないで自己評価をやるよりは、より客観的に近いものが出るのではないかと、これは論文に書いてるわけじゃなくて、リサーチャーとしての私のコメントです。なるほどね。それはわかりません。外界からの刺激に対して、自分がどういうふうに感じてるかとか考えてるかとか、次どういう行動を取ろうとしてるかって、誰かから問われない限りは考えないですもんね。無意識に、自己客体視のところは、無意識のうちに流れてってしまいますもんね。ね、そうですね。だから客体しないですよね。そうですよね。だから立ち止まらない限り絶対できないんで。まあ言ってみれば自己評価をするときには立ち止まってほしいわけで。なるほど。じゃあ、僕も時々やるんですけど、そのワンオンワンで管理職とコーチングした、その時の映像を撮って、まあ音声だけでもいいのかもしれないですけど、それを聞かせるっていうのは効果あるかもしれないですね。あるかもしれないですね。で、自分自身を見直すという意味では。ちょっと脱線しましたが、そういう話がありました。ありがとうございます。で、次行きます。はい、今度は、じゃあ本当に測れているか、それは自己認識を評価しているかという話を少しします。さっきの自己評価、他者評価の図でも見てもらいましたけれども、上司と部下が見ている管理職の方っていうのは、全然その視点が違うと。行動や性格は自分と他人で観測する可能性が異なると。つまり、性格などの内面的な部分は自分でなきゃわからない。行動などの外面的なところは他の人でないと見えない。まあ、録画しない限りですね。上司の、まあ、ここで言うと管理職の人の内面行動。例えば、自己評価、他者評価をやっても、その人が、上司の人が計画とか目標設定とかを頭の中でどう考えてるかということは他者評価では出てこない。だけど、表に出てくるコミュニケーションスキルとか、こういうものは外部にいる人が見えるので、他者評価が効く。つまり、その見えるもの、見えないものっていうのが、自己評価と他者評価では違いますよっていうことが言って、で次へ行きます。でそれは本質的な違いがあって、内面から見てるか、行動から評価をするかということで、この両者の視点が非対称であるということは、自己評価と他者評価を考えるときにとても大事なポイントになるっていうふうに、リサーチャーとしては思いました。なるほど。だから比較をするということ自身、本来比較できるものなのかという問いは、一度考えてみた方がいいもんだろうと思いましたっていうのが一つ。なるほど、ね。はい、見てる方向が違うから、そもそも別のものを比較している可能性が高いということですね、これね。そういうふうに思った方がいいと、リサーチャーは思いましたということです。はい、逆にそのズレが周囲から内面の自分と周囲から見えてるところに、まあ、差があるとしたら本人不幸せですもんね。そうですね、はい。それに気づかせるという意味では大事かもしれないですね。次にもう一つその認知的バイアスというのが関わってきます。でこれは自己評価というのは寛大さや自己評価のバイアスというが、これどういうことかというと、自分のことは自分が一番よく分かってるというふうに勝手に思い込んじゃってるので、もうポジティブにも書いちゃう。だから自分に対しては甘くなる。という、こういうのがバイアスとしてかかってくる。それから、バイアスがかかるよっていうふうに知らされてもバイアスが強化されることがある。どうしようもないってことですよ、これね。これは自分に対して甘くなる傾向があるからね、気をつけてねということを言ってしまったら、いいんだみたいな形でバイアスは強化されることがある。かえって意識させると強まるということもある。だから逆にその自己否定的なバイアスになることもある。自分はダメだ、ダメに決まってると思い込みすぎて評価を書いたりするっていうバイアスもかかることがある。だからなかなか難しくて、どうも自己評価だけではなかなか正確に自己認識は測れない可能性があるのではないかなというふうに。これはものすごく大事なメッセージですね。自己評価だけでは正確に自己認識は測れない。かもしれないという。あくまで
もそうなんですけど。なるほどね、はい。はい。それでまとめてみると、この管理職の自己認識の問題というのは単純な自己評価だったり、単純な自己他者評価の比較ではわからないんではない。性格特性があったり、上司と部下との関係性などが関係したりというのは結構複雑なことがあるんじゃないかということで、自己他者評価を使う場合にも、あるいは自己評価だけを使う場合でも、もうちょっと踏み込んで考えた方がいいのかなというふうに思うということです。そうすると、うまく測れてなければ問題を抱えている管理職への適切な処方箋も見つけ出しにくいだろう。で、改善策や別の方策はないかというのが次の項目になります。なるほどね。はい。はい。改善ができるかということで見ていきます。活況ですね。はい。別の方法というのがあって、二つ紹介します。一つは、次の二つについて自分が評価する。これは自己認識なんですけど、一つは、自分自身について評価する。これは今まで通りです。もう一つは、自分が他人からどのように見られているかということを評価する。なるほど。これは、例えば部下の評価について予測するっていうんですかね。ああ、予測。自分が他者からどう見られ、うん、部下からどう見られているか。だから部下評価はどんなのが上がってくるかということを自分で予測する。自分自身はこうだというのが自己評価なんですけど、はい、もう一つは、はい、いや、うちの部下たちだったら多分こういうふうに書いてくるだろうというところを自分が予測してみる。で、この両方の評価ができて、それらを相互比較しながら統合的な自己評価になれば、それは真の意味での自己評価になるんじゃないかと、自己認識になるんじゃないかっていうのが、まあ、テイラーさんという人の論文の中に出てきています。それを図で表すとこんな感じになります。今までだと自己評価と部下評価しかなかったんですが、自己認識の中、例えばリーダーシップ、あ、〇〇課長さんのリーダーシップについてというテーマで部下評価して、本人はご本人の自己評価をする。これ今まで通りなんですが、うん、それプラス、この部下評価を〇〇課長さんはどういうふうに予測するかを書かせるわけですね。そうすると、この点線の矢印のところの比較ができますから、自己評価と他者評価の、部下評価だけの部分に比べると、もっと深い考察ができるのではないか、ということになります。で、この研究で面白いのは、このリーダーシップに関するパフォーマンスの予測因子として、自己評価、部下評価だけでやった場合と、部下評価の予測評価を入れた場合で、予測するのが2倍から3倍の強度で上がるっていうね。だから。強度が上がるっていうのは、正確さが増すってことですか？いや、そうではなくて、この方法を使うと、予測ですから、この評価が終わってから、あとこの課長さんの成績がどれくらい上がるかっていう。つまり、自己評価、この自己評価、他者評価をやった後と、はい、この3つの評価をやった後で、はい、どれくらいこの課長さんのリーダーシップのパフォーマンスが上がるかということが、そういうことですか？そうです。そうすると、それが2倍から3倍の強度で上がるっていうことなので。強度っていうのは効果があるってこと？回数が上がるってこと？そういうことです。だからこの、なるほど。予測評価が入るだけで、すごい自己認識が高まって、リーダーシップのパフォーマンスが上がるよっていう。そうか、自己認識が高まるんだ。そういうことですね。なるほど。で、その自己認識の高まりが、結果的にパフォーマンスの向上につながっているよって、いくよっていう、そういう研究だったということです。なるほど。そういう効果的だということですね。そういうことみたいですね。それは効果的っていうのは、本人の自己認識の効果なのか、会社として見たときにパフォーマンスが上がるという、そっちが大事なのか、それはわかりませんけども、まあ、いずれにしても上がるというですね。で、もう少し導入の意義について書かれた部分を見てみると、こういうふうに書かれている。部下評価が外部基準として機能することを認識する。つまり、外部の基準としてこれを使えるっていうことですけども、まず自分自身の内部基準とその外部基準のずれの要因を自分で考えることができる。だから自分の求める外部基準に変革したいなら何をどうしていけばいいかを考えることができる。手がかりになるっていうことですね。それからどのような職場環境に変えていったら外部基準が変わるのか、あるいはもっと部下とコミュニケーションを取らないといけないんじゃないかっていうようなことも考えるようになる。うんうんうん、からこのようにして部下の声に耳を傾ける取り組みが行われると、本当の意味でのフォローは部下が生まれてくるよっていう、ね。なるほど。で、同時に部下に対する自分の影響を詳細に再認識するツールとして使うことができますよ。なるほど、なるほど。だからまあ。相手の立場から考えるっていうことはしないですもんね、はい、普段ね。
だから、自己認識に関して、もっと自分たちで何とかできねえか、もうちょっと踏み込んでいけないかというときに、部下評価予測というのを入れて試してみるという価値はあるかもしれないですね。それが一つ目です。じゃあ次行って二つ目です。これは、理想のリーダー予想評価っていうのを入れてみようっていうのがあって、理想予測評価。はい。だから自分自身が過去現在の経験上で最も影響を与えてくれたリーダー、あるいは今の所属する組織での理想のリーダー、これを想定して、その人に自己評価表をやらしたらどういう点数がつくかっていうのを書いてもらうっていうことです。ああ、こで、れそれは、と自分の自己評価と比較するっていう。なるほで、ど。これも本人のモチベーションに対してプラスに働くという論文があり、だから最も影響を与えてくれたリーダーだったり、理想のリーダーの他者評価に相当するものを作成させて、自己評価と対比して検討する機会が与えられるので、それ自分自身を見直すという意味では有効なものではないかということになります。なるほどね。で、それそっでこのか。二つを一緒に合わせると、こんなはい。感じになります。だから、さっきあった部下評価の予測のやつと、それから今回の理想のリーダー予測評価っていうのをここに入れてやると、本人としては自分の評価と部下評価の予測評価と理想のリーダーの予測評価と三つ作ることになるんですが、この三つを比較するということで、自己評価だけの時に比べると、手がかりが、自分で内省するための手がかりがすごく増えてくるの。ね。なるほで、ど。そうすることによって、自己評価だけをやって自己認識を調べるというよりは、もう少し踏み込んで自己認識を近づくことができるのではないか、という、そういうことになります。ただ、じゃあ、この中でどれが正しい自己認識ですかっていうと、正解はなくて、あくまでも自己認識に迫るための手立てで、この間の関係をどういうふうに自分自身が読み解いていくかということが、このやり方が効果が生むかどうかっていうことの大きなポイントになるだろうと思います。欲を言うと、この3つの評価と部下評価を合わせて、これを自分の部下と一緒に議論をするような場を作るだけの度量があると、かなり自己認識にとっなてるほいいどのね。ではないかというふうに思います。ただ、この3つの評価を自分の中で完結させてやるのか、それともこの3つの評価と部下評価を持って、例えば山際さんのようなコーチングのところに行くとか、あるいは部下と一緒に話をしてみるとか、あるいはそこに自分の上司も交えて議論をしてみるとか、そういうその、なんていうのかな、胸襟を開いた扱い方をすることができるように、そういう、まあ、風土とか雰囲気を持つ会社であれば、こういう評価をやっても自己認識を高めていくことにつながるのかもしれないというふうに思いました。これは深いですね。やっぱり過去のロールモデルに起因してるケースありますもんね。ありますね。それから、無意識にロールモデルに引っ張られてるケースもあるんですね。で、そうすると、それが実は、どこから来てるのかとかいうことにも自分で気づけるチャンスが出てくるんですよね。先日ね、実際一回あったんですよ。すごく真面目な人で仕事の成果を出すんだけど、部下からの評価がめちゃくちゃ低くて、聞いてみたら、自分が理想としていたロールモデルが、はっきり言うと結構時代遅れな感じのロールモデルを信仰していたんですね。もうほぼ宗教に近い感じで信仰してたんだけど、それってみんなからどう見えてると思うって言って出てきた答えがまあ散々だったんですよ。で、めちゃくちゃショックを受けて、で、やり直し始めたらですね、やはりかなり良くなりましたね。短期間で。だ理想のリーダー像は違ってたってやつなんですよね。そういうのも多分こういうのを使ってみんなで議論をしたり、コーチとかと話をする中で指摘をしてもらえるので、理想のリーダー像を取り替えた方がいいんじゃないですかみたいな話になっていくんだと思うんですね。それが早い時期に気がつけば気がつくほど、まあ修正ができる可能性も多そうでいすでしね。ょうし。だからその人は結構、結果的に自己認知の問題じゃなくて、理想のリーダー像が違ってたっていうだけだったっていうことなんですよね。対処はしやすいでしょうけど。だから比較的早く治ったんだと思いそまうす。だと思いますね。はい。それでは、次へ行きます。で、じゃあ、もう具体的にそういう自己認識を高めるための技法として、リーダー研修とかで活かせるものっていうのをいくつか出てたので、簡単に紹介をさせてもらいます。お願いします。で、まずは、その自己意識高揚体験、さっきのコンシャスネスって書いてあるやつなんですけど、これで一つ目が、実は自伝を書けという。
オートバイオグラフィーって自伝を書け、これは自分自身のアイデンティティを探るとか、自己の人生を追体験しながら、当時の特に気持ちですよ、感情面を知り出すということ、隠れた意図、こういったものを掘り起こすと。で、それをやることで新しい自画像を入手する。で、これは具体的にどうやるのかっていうのが書いてあって、これは上級管理職の研修で使う方法で、自分の両親に宛てた手紙っていう形で、この自伝を書かせるんです。自伝を書き上げたら、それを順番に一緒に研修を受けてる人の前で発表していくと。で、そうすることによって、その自分自身のアイデンティティだったり、自分の自画像っていうのが、思わぬ自画像が手に入ったり、そういうことになるっていうのが一つあります。これは恥ずかしいけど、聞きそうだな、これは。これは結構ね、かなりフォードだったな、どっかな、上級管理職の研修でやるんです。で、上級管理職なので、過去の経験がすごく多くて、日常に追いかけられてると、なかなかそういう振り返りの機会がないんだから、この機会に振り返ることで、なんで自分がそういうふうに思うのかとかいうようなことに思い至ることができるっていうことと、それから一緒に研修を受けてる連中の話を聞いていて、触発されることがすごく多いでしょうね。そういうこともあるということのようでした。二つ目は、ストーリーテリング。これもよく言われるんですけども、これは感情のライフラインということで、幼少から現在までの出来事を感情の上下動とともに書いてください。はいはいはい。っていうことです。で、これは実は、フォードの上級管理職のグループが、事前事業で関わることになった、その、孤児院の院長とお互いのストーリーテリングを交換するという、そういう、まあ、検証をやって、で、そうすることによって、まあ、全然違うところの、で生きてきた人たちのストーリーテリングっていうので、自分自身を振り返るっていうか、そういうことで、自分に対する意識を高めるということに使えたという、こういう報告があります。三つ目が、私も意味がよくわからないですから、マスク作るっていうのは、で、未来の自分を表現するマスクを作るっていう、これもフォードの研修会で一番最後の段階でやるんだそうですが、過去現在と見てきたので、未来を見るっていうことらしいんですけど、で、自分の顔の石膏型を作るって、要するに顔を突っ込むかなんかするんですかね。で、はい、石膏型を作って、出てきたマスクに自分で絵の具だとかなんだとかでいっぱい使って、自分の未来をその顔に描くんだそうです。で、その未来像を同僚のリーダーたちに説明をすると。この説明のプロセスで自分自身の未来っていうことに関する考え方っていうのか、それが見えてくるし、自分が今までどういうふうに生きてきたかっていうことがそこにどういうふうに出てるかとかいう、これをまたみんなで見せ合って話をし合うと、いろんな、それこそ他者評価じゃないですか、多面的な評価ができる。自分で気づかずに作っている色使いだったり、何だったりっていうことに関する指摘が得られるという。色使いね、確かにそうですよね。どんよりした、もう書く人もいるかもしれないからな。こういうのが一応使われているということでした。それからもう一つ、これはちょっと別のやつなんですが、はい、プラクティカルリフレクティビティっていう、これからここに示されて全部で9つあるんですが、これを使って自分一人で誰とも相談しないで答えを完成させなさい。っていうのがあって、これ MBA のプログラムなんですけど、出来上がったら同僚とかコーチにそれを紹介しながら意見交換をしてください。何をやるかというと、まず自分にとって重要な価値を5つ挙げて順番をつけなさいっていう、で、それらの価値が自分とか自分の人生に重要な意味を説明します。説明してください。書くんですけど、それから価値はどのようにしたら手に入ると思うか説明してください。それから5つの価値の順序が元々の順番であるのはなぜか、それを説明してください。っていうのがあって、で、続けて、5つの価値の全体を統合すると自分にとってそれは何を意味するのだろうかっていうのを書いてください。難しい問いかけたな、これ。だから自分の行動でそれらの価値の順番は変わりませんか、変わりますかっていう話。自分の価値が会社や組織の価値と同じなのか違うのか、違った場合にはどう調整するのか書いてください。だからリーダーとして機能するとき、自分の価値はどう影響しますか、将来5つの価値の間に圧力が生じる場合、どうしますかっていう、これを書いていくことで、自分が内省をするわけですが、それを他の人に説明をしていくプロセスでいろんなものが追加されたりするんですよね。で、またその考え方が変わったりして。で、それを通して、他の人のも聞きながら、自分自身の価値観を、まあ、リフレクティブに考えるという、そういう経験をしましょうっていうのがあります。以上、全部で4種類のやってみたらどうでしょうかという紹介が論文に出てきたということでした。
この最後の実践的再帰性っていうのは、日本語の概念ではなかなかわかりにくいです。わかりにくいですね。でも、リフレクションをするということですよね。ただそれは価値に焦点を合わせてリフレクションする。つまり自分自身がどういう基本的な価値に基づいて自分の人生を生きてきてるかとか、仕事をしてるかとか、そういうことを意識していくっていうことだと思いますけどね。これはでも実際にこの誰の助けも得ないで自分一人で相談しないでこの9つの問いかけに対する答えを作れる人はかなり優秀な人だと思いますね。多分出来栄えはめちゃくちゃばらつくような気がします。これでしょうね。ただし、他の人の話も聞きますから、自分一人でやってそれで終わりじゃないので。あ、まあ出来上がってからはね。そうですね。だから出来上がらない場合も、まあ、多分、ここはわかりませんでしたでいいのかもしれないですけど。そうすると他の人のを聞いてるうちに自分でだんだんまたできていって、そうすると、例えば最後にもう一回これをやってみましょうっていうふうにして締めくれば、最初に書いたものとだいぶ違ったものが出てくるかもしれない。そうですね。だからこのネタ自身をどう使うかっていうのは、コーチの人たちのプログラムの考え方によって変わるんだろうというふうに思いますけれども。なるほど。ということで、それで最後に、はい、個人と組織としてどんなことができるかということをまとめてみたいと思います。まず個人ですけれども、自己認識を高めるために、はい、まず時間をかけて自己のキャリア人生を決定づけた瞬間を振り返りましょう。これがさっきの事前だったり、ストーリーテリング。それから専門家のコーチやメンターによるコーチングを受ける。これ結構早めに受けた方がいいでしょう。そうですね。それから性格診断テストもちゃんと受験しましょう。だから日記をちゃんとつけるっていうのは、いろんなところで出てきますけど、これは振り返りにとても大事だということです。それから部下や同僚からの正直で建設的、発見的なフィードバックはちゃんと受け入れましょう。言わなければいけないところが辛いところですけども、そうだそうです。それから、部下や同僚の経験からも学ぼうとするっていうこと。それから自分の悪い習慣や癖を喜んで手放すという。こういうのが自分でできることというふうにまとめられていました。一方、組織としてはどういうことができるかということが書いてありまして、はい、多元評価フィードバックの意義を周知徹底すること。これは特に自社他社評価だけではないんですけど、自己認識を図るときにいろんな方法を多元的に使う。それをフィードバックするということの意義を組織として周知徹底させる。そうしないと何のためにやってるかということに関してちゃんと理解されてないといい加減にやられるっていうことも多いので、これは組織としてとても大事だというふうに書いてあります。それから表面的な自己評価から統合的な自己認識に進む支援策を提供する。学習支援をするということがあります。まあ今日お話をしたようないろんな試みの例があるので、使ってみたらどうでしょうかという話。それから個人レベルでの変容の重要性がちゃんと受け入れられているかどうかを評価しましょう。だからいくら一生懸命言っても、ちゃんと受け入れられているのかなっていうのが、組織としては知っておいた方がいいということですね。だから組織文化がそういう多元評価のフィードバックに対応できているかどうかチェックする。それから多元評価のフィードバックのプロセスを人事システムとかインシャティブボール活動に統合すること。だから評価だけが分離してるっていうことじゃなくて、いろんなところにちゃんとつながってることっていうことですね。それから組織や同僚の支援が行われていること、まあ、支援の風土があることということが組織としてできることだというふうに書いてありました。この、下から二つ目の、イニシアティブっていうのは、これはどういう意味で捉えればいいですか？リーダー層がちゃんとこれを表明してるっていう意味でいいですかね？組織として率先してやってるっていう。ってことですよね。ことですよね。はい。わかりました。ということで、今日のお話でしたが、最後に私の個人としてのまとめっていうか、ポイントですが、自己認識は変化し得るという、これがとても共通認識を持つことが大事なんじゃないか。固定してるんではなくて、やりようによってはいろいろ変わるっていう。変えるということ、変わるということ、それを共通認識で持つこと。だから、それこそ問題ある管理職がいたとしても、やりようによっては変わるんだということを部下の人たちもちゃんと認めてないと、なかなか上司だけの対応では難しいかもしれない。それから、管理職の自己認識評価、まあ、いわゆる人事評価とも重なるんですけども、変化に着目して褒めて伸ばすっていうのがいいんじゃないか。なるほど。だから
絶対値としてこうです。あなたは3ですとか2ですとかということではなくて、前は 2.5 だったのが、今回3になってますよっていう形で褒めて伸ばすという、こういうのが。なるほど。変化したら評価するってことですね。そうです。だから前向きに変化してれば褒めるという。なるほど、なるほど。ことは大事なのではないかと。特にこの自己認識のような、割と曖昧なものに関しては、絶対値でどうこういうよりも、むしろ変わったということに着目をして、まあ努力を認めるというのか、そういうことがいいのかもしれない。それから自己評価とか評価の場合は、部下との真摯な意見交換会のネタにした方がいい。これはさっきやった、部下評価の予測とか、理想のリーダーと予測とか、こういった方法を介在させることで、ざっくばらにというと変ですけど、管理職さんをネタにしてみんなで意見交換をするような、まあそういう組織風土がいるんですけども、そのように広げていくと、個人の中で問題のある管理職さん一人の中でどうこう処理してっていうことではなくて、もう少しみんなで考えて、セクション全体がうまくいくようにするにはっていうふうなスタンスで話をするような、何かそういうそのやり方を会社とかでも考えてもいいのかなというふうに思いました。ということで、一応、今日のお話はここまでに終わり。最後のところは、僕もすごく共感できるところは、その部下に、その上司の成長のために部下にアンケートを取ってみると、大体協力的なんですよね、皆さん。で、それはなぜだろうって考えてみると、やっぱり上司がちゃんとしてくれないと自分たちに、こうなんかめちゃくちゃ実害が発生するわけですよ。で、それが少しでも治るんだったら喜んで協力しますっていう、そういうメンタリティがどうもね、裏にあるみたいで、それを形にできればね、みんなが幸せになるんで、そうですね、そういうふうに多分部下の人たちも、そういう雰囲気の職場になれば働きがいも出てくるんです、そうですよね、はい、だからただ単にリーダーが良くなるということじゃなくて、職場全体が良くなるということに貢献してもらうという、そういうそのなんていうかな、持っていき方っていうのはあるのかもしれないですね。はい。岡田さん、今日はどうもありがとうございました。今日終わりにさせていただきます。はい。じゃまた、次回から第2、第3シリーズもよろしくお願いします。はい。はい、よろしくお願いします。はい。ありがとうございました。